ごきげんよう、ダコボンドです。さあ、今回はね、スフォアというね、ちょっと読み方合ってるのかわからないんですが、ゲームをやりたいと思います。どうやら結構頭の使うゲームで、猿みたいな頭の持ち主の僕にとってはね、果たしてクリアできるのか、そういった感じでね、猿実験みたいな今回動画になってしまいますがね、ぜひ見ていってください。それではね、早速プレイでやっていこう。ステージが、1、2、はてな。あ、でもまだあるんだね。1のステージでこんなに。これは結構やれそうだね。まあ、ただ、今回は、デモ版なんで、多分、ステージの数も限られていると思うんだよね。さあ、始まった。じゃあ、早速やっていこう。で、これ、まあ、どういったゲームか。どうやればクリアできるのか。一回ね、やってみるか。で、この青いのを回収するゲームなんだけど、今回収できないんだよね。で、この赤いのはなんだ？まだね、完全に分かっていないんですが、ま、とりあえず、これを置くことによって、長押しだね、長押しで設置できる。これで、青いのが回収できるようになった。ま、ただ回収できる位置は、これを設置した、まあ、このぐらいの範囲なんだね。じゃ、早速 E で、よし、回収して。さらに、じゃあ、こっちの方も回収してみるか。おっと、なんだ？回収できなくなった。あ、この赤いのが地面についちゃうと、もう何もできないんだね。赤く表示されてる。で、この青いブロックももう取れなくなっちゃってるから、今手持ちに持ってる爆弾みたいなのあるから、これ、つけてみよう。まあ、ここら辺に。これで吹き飛ばせば、多分倒れると思うからね。さあ、どうだ？おーと、飛びすぎだぞ！この青いブロック、こんな飛んじゃうと、回収できないんじゃないかな。多分あの範囲に入ってないから無理だね。押すこともできない。といった感じで、あ、なんだ？飛ぶこともできるんだね。なんかジェットパックがついて。まあ、ルール分かったところで、とりあえず、初めからやってみよう。まずこれを設置して、回収できるようにする。それから回収だね。で、問題はここなんだよね。これをどうやって、赤いのを、まあ、この範囲から外して青いものだけを取るっていうことなんだけど、まあアイテムの、まずこれ使ってみようかな。これなんか気球みたいな、小型気球みたいな感じで。およしよし、これで回収できる。来た！これ全部青いの回収したよ。これでどうなんだ？まだクリアじゃないようだね。じゃ、最後にこの赤いのを、この範囲から、跳ねのける。これでクリアなんじゃない？じゃ、離れて爆破させてみよう。さあ、どうだ？範囲から外れた！お、クリア！これは結構面白いゲームだね。分かってきたらだんだん面白さが伝わってくる。そんな感じで、まあ、次のステージやっていこう。まあ、多分、ここ、なんだ、動いてるぞ。これもさっきより難しくなってるんじゃないかな。でもこれ簡単なんじゃない？今回は。まあ、青いブロックはこの2箇所って感じかな。赤いのはここにあるし。じゃ、まず回収できるように、これを、これだね、問題は。これの設置間違えたら、積みになっちゃうんで、まあ、ここら辺かな。赤いブロックが入ってなきゃ問題ないと思うから。で、そっからまずこっちの青いブロックだけ取っていこう。あ、これ取れないのか。あれ取れないぞ。そっか、ちゃんと地面についてないと取れないんだね。じゃ、なんか爆破とかで、いや、爆破じゃない。これ使ってみよう。このアイテムが、こういった感じで、ブロックとブロックをつなげることができるから、これでね、
こっちにつなげたらどうだ？さあ、つなげてみよう。さあ、どうだ？あれ？つかない。くっついたぞ。お、来た来た！これで回収。そしてこっちも、これで回収して、クリア。よーし、いけたー。引かれてるけど大丈夫？なんだ、後ろの何か壊れたけど、ピタゴラスイッチみたいになったけど、まあ、こうやってアイテムをいろいろ使って、青いブロックを回収していく感じだね。さあ、このステージはどうなんだ？また何か、動きそうな機械が置いてあるけど、まずこれはどこかな？まあ、青いブロックと青いブロックの間ぐらいに設置していこう。あ、もうこれ早速、赤く表示されてる。じゃ、まずはこの赤いブロックを跳ねのけなきゃいけないんだね。いや、これは難しくなってきたぞ。このアイテムは何だ？新しいアイテム。どうやらこのアイテム、まあ、設置して範囲をつけることによって、まあ、青いブロックが4つあるんだけど、これが1つの塊になったみたいだね。それからまたこの、伸ばしてくっつけるアイテムをこういった感じでくっつけて。それから、このレバーはなんだ？ちょっと使ってみよう。あ、なんかこれ動かせるっぽいね。来た来た！これで慎重に赤いブロックだけを外側に外して、青いのを回収できるようになったぞ。ただ問題はこれだな。これ回収できないんじゃない？だとしたら爆弾で範囲の方まで引き寄せて吹き飛ばしていこう。さあ来たぞ。あれ？そんな、なんだこれ、浮いてるぞ。ちょっと思ってたのと違ったな。あ、でもこの木の部分が、おーしょし、倒れた倒れた。これで回収。それからこっちの方の4つの塊も回収できた。回収して、これでクリア。よし、そういうことなんだね。まあ、だんだん難しくなってきた。さあ、次のステージ、これはなんだ、どういうことだ。青いブロックがこっち側と、こっち側の高台にあるね。二つ、こっちの高台に二つある。それから向こう側に、こっち側にも、裏側に三つある。じゃあこれを爆破か何かで、まあ、地面に落とさないといけないんだよね。なんだこれ。なんだ？おっさん？かわいいおっさんが、そんな、倒されちゃったよ。地雷だったのか。ちょっと倒れ方が面白いな。まあ、やり直すしかない。そういったトラップも置いてあるんだね。いや、これ注意しないと。もしかしたらこのトラップを使って、まあ、地面に落とすっていう手もあるのかもしれないね。じゃあまず慎重に、まあ、ここら辺かな。まあ、ここに設置しといて。それから、なんか色々あるね。このアイテムなんだ？初めて見るアイテム。一応ここでアイテムの説明とかも見れるんだけど、見てみるか。あ、こう、つなげて、あ、紐を縮めることができるんだね。そういったアイテムか。じゃ、これは使えるぞ。これを使ってブロックとブロックを引き寄せることができるんだね。じゃ、とりあえずブロックとブロック設置してみるか。あれ、設置できない。距離が離れてるから設置できないのか。あ、これで設置できた。おー、落ちてきたぞ。二つも落ちてきた。いいぞ、いいぞ。あれ？おっさんどうした？何しそれ？もしかして落下したブロックに当たって死んじゃったの？
そういうこともあるんだね。落下物にも気をつけないといけないのか。じゃあもう一度ここに設置して、さあ今度は気をつけてね。離れて、よし、来た来た、落ちてきたぞ。よし、大丈夫か？大丈夫だ。危ない、怖いよ。それから、まあ、こっちの方のブロックにつなげたいんだけど、ここまで伸ばせるかな？どのブロックにしよう。一番離れたブロックにつなげてみよう、とりあえず。お、つながった。ただ多分これだとまだダメなんだよね。これだと一つのブロックしかつながってないから、これで、まあ、3つあるブロックを1つにまとめる。よし、これでどうだ？多分これで3つのブロックが1つにまとまったと思うんだけど。それから多分この手前のでかいブロックも邪魔だと思うんだよね。引き寄せるには。こっから爆弾で吹き飛ばしてみようかな、とりあえず。まあ、ここら辺に設置しといて。それじゃあ爆破させてみよう。さあどうなるんだ？来たぞ。お？うまくいったんじゃない？青いブロックが落ちてきた。三つとも。よしよし、いいねいいね。あれ？待って、これ取れないぞ。クリアしたかと思ったんだけど。これが取れない。積んだかな？いや、まだ大丈夫。まだ爆弾持ってる。この爆弾をここに設置して、さあ、いけるかな？お、来た来た、うまくいけた。よーし、おっと、危ないぞ。あの落下物で、鼻の中に入ったら死んじゃうからね、あの落下物。よーし、クリアしました。いや、なんとかいけましたね。さあ、あ、これで、クリアか、全部クリア。とりあえず、デモ版は、これで全部クリアしたようですね。まあ、やってみて結構面白かったゲームだったのでね。製品版が来るのを楽しみにして待っていようと思います。それではね、ぜひチャンネル登録をお願いします。あとね、グッドボタンも押したらね、ちょっとウキウキするんでね、お願いします。それでは終わります。